はい、皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は6月の2日土曜日、23時21分から2分に変わったとこです。しゃ今日はね、この動画は、元気なおじい、ね、初 iPad 注文したよという、ね、動画になります、ね。元気なおじいね、あの、大きい ややつつ個欲しかったんだよねねらいのやつ、ね、前から欲しかったんだよでアンドロイドのやつだったらまあ、23万ぐらいであるでしょいろいろねでやっぱねアンドロイドだとかなりもっさりしてるんだよなんだかんだ言いながらである程度の値段出すんだったらやっぱアップル買った方がいいなってねなかなか手が出そうで出なかったんだよねでまあおじいの場合はアンドロイドは あのご存知の通り j t の V580 ね5.5インチこれでねとりあえず何にも困っておりませんアンドレイドは5.1なんだけど古いんだけどとりあえず自分の用途では困っておりませんでどっちかというと困っているのがあの iPhone ねおじいが持っているのは2台ともあの。 iPhone5、ね、初期型の iPhone5 なんで後ろに S とか C とかねあの何もついてません、ね、でそのね何もついてないやつっていうのは結構不自由するんだよ実際に持ってる人は分かると思うんだけどこの,後の、ね、あのね、ーまあ、S だとか C とかそこら辺はねまだ救いようがあるんだよこの初期型の iPhone5 っていうのは いろんなものから見てサポートから外れちゃうやつからだねアプリのねでまあなんでかなと思ったら、まあ、この中に使われてるチップがねどこ設置してってたかななんかソニーだかなどこだからな,なんかこれだけ違うんだってなんか分かんないけどそれでなんか宿泊するというようなことをあのステージアライブ時代に耳にしたことがあります。ねで 今回ね、なんでこの iPad なのかっていうと、まあ、いよいよおじいが持ってるこの iPhone5、まあ、こっちはもうあの画面が割れてるんだけど、まあ、両方まだ使えるんだよね、電源は入るし。でも、まあいろんなものがね、重たいんだよ、本当で、おじい、ファンライブ始めたでしょ。で、これで配信すると、すごいね、カクカクするんだね。それで アンド o イドでこっちで配信すると結構綺麗に配信できるんだよ。それでね、やっぱ iPhone、そろそろあの iOS が限界かなーっていうことで考えてる時期に、まあいろいろあったよね、配信したいとね。まあステージアライブがもう、あの、親族みんな、首みたい、首っていうかなっていうかね、みんなやめていっちゃう人が多くて。で、一度もちょっとそれに近いものがあってね。で、 みんなどこに行くのかなってみんな今までいた人どこに行ったのって言ったらねあのポコちゃんにいるよってねポコちゃん <laughs> ステージアライブスタートしたその後にできたポコちゃんってねでまあそこバックボンが大きいのでまあちょっとあのお金には余裕があるところでね会社の信頼度はあるとこらしいどうもねでまあポコちゃんはなんだかんだ言ってなんかあのやっぱ稼げたりとかなんかみんないいんだよっていう噂は聞くんだよね でそんなぽこちゃなんだけど iOS と Android 両対応なんだけどもパソコンが対応してませんじゃあこの Android でちょっとやってみようかなと思ったらなんと今は Android 配信ができないそうです、ねあのー、対応しきれないんだって、あのー、技術、まあ、開発スタッフがダメなんだねぶっちゃけねで今のところ Android はもうほらいろいろ統一してないからさ 面倒くさいんだよね間に合わないんだよねだからもう切り捨てちゃったみたいな形になってあの視聴専門みたいどうもねまああのそのうち対応しますよとは言ってるんだけど、まあ、あのステージアライブと同じ軸に出てるにも、ね、かかわらずまあできないんだったらそこの、ねまあ、技術部っていうのかな、うん、もう見かみがないなっていうのと一緒だよね今もう1年半以上経って ダメなんだっったら先行きちょっと怪しいよねで今現在は iPhone5 しか対応してないみたいでそれもねあのまあ、iPhone おじいが持ってる iPhone5 はダメみたいじゃあ6を買うか7を買うか8を買うかでも配信業界にずっといて今までそうだったんだよね iOS の古いのはどん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 んサポートから切り捨てられるんだよじゃあ今新しいあの iOS 今11だけか。ねそれを持つしかないな。で iPhone で持とうと思うとめちゃくちゃ高いんだよね。そうなると、じゃあ、あのどの道キャリアの契約しないんだったら、じゃあ,あ iPod でいいじゃないか、ね。iPod なら安いよねって思ったんだけれども、しょっぽこちゃんが iPod は対応してないらしいんだよね。あの見るとねで。えーってことで、じゃあ iPad 行こうか、ね。今までコメント見るときに、こういうの使ってたでしょ。 買って文字見えないからこうしちゃったけどまあ iPad の大きな画面だったらまあこれも必要なく見れるだろうっていうことだよね。そこでね、おじ、あの iPad をね、今日、今朝、注文しました、ね。で、まあそれがね、えー、今、価格コムで見ると、まあ、こんな感じです。まあ2017年モデルのね、ああのまあ修理上がりっていうのかな。うん あのリッパッキージまあそうするとまあ今現在去年のモデルと今のモデルを比べたら値段の差がねほとんどない2017年度モデルとね18とでまあこっちを選んでおけば40%速い CPU 速度ね性能こうやって書いてあるんだよねまあやっぱこっちを選ばない手はないだろうなーっていうそしてあの カジマックさんがね、動画で有名なこのアップルペンシルに対応した。おじ、貧乏だからアップルペンシル買えないけど、ね、多分ん100均のペンで済ましちゃうと思うけど、まあ一応こういうのに対応していけばね、将来的にまあ何かいいこともあるかもしれないぞということで、一応こちらの方をチョイスいたしました。まあ一応人気ナンバーワンなんでね、こちらの方もね。で おじいが買った価格は3万6880円です、ねえーっと。スペースグレーを選びました。で、今ね、こうして見てみると、あのー、3万6000円ちょ、一安いとこもあったよ。でも在庫がないんだね、この沖縄のお店とか、ここらへんってね。値段だけは安いんだけど、まあ、あのー、入荷いつなんかわからない。ね で、まあ、唯一、ここのところがね、シャイプタムのところが在庫あり。三万六千六百円だったんだけど、まあ、あの、支払いがね。うん、あの、まあ、ちょっとカードとか使えないぞと。ね。で、まあ、まあ、どこも結局カードを使えるところは高いんだけども、まあ、おじいが注文したところは。こうやって見てて、あとは、もう、な三万六千九百八十円一律だったんで、この、あの、ネットキュルチュ。ク なんていうものこれネットなんとかっていうところでね、頼みました。なんていうものか分からない。ただ、新規会員登録で、100ポイントすぐに使えるのがね、もらえるよってね、ここのところを見て、じゃあ、同じ3万6908円だったら、100円でも安い方がいいよねっていうことで、であと、発送が神奈川なんだよね、ああおじいのところのお隣なんで、早く着くだろうっていうことでね。 土日発送もしてるお店だったのであとは実店舗もあるっていうことなんでねで評価もよろしいということでこのお店からスペースグレーを買いました、ねまあ、在庫はそんな持ってないのかもしれないねあのおじい注文したらグレーなくなっちゃったもんあのシルバーは残ってるんだけどね、まあ、お店としてはまああの地味な感じなんだけどね、まあ、こんな感じで、うんまあ、販売しております、まあ、3万6980円少量 えっと、無料なんだけれども、あのー、新規登録で 100, 100円分のクーポンもらえるんだよね3万6880円で注文いたしましたで、あのー、午前中にね入金確認できた方は、まあ、当日発送ということなんでとりあえずお昼頃に入金確認しましたのメールが来てで今日の夕方発送通知が来ましたということはあと、まあ、数時間後にはね iPad が手に入るということなのを ですところがねところがなんだよじゃあこれが届いたらまあポコちゃができるぞということであのー、会員登録っていうかねまあ一般となんか登録とあるみたいなんでじゃあどうせやるならじゃあ、あのー、で登録した方がいいよねっていうことでみんなと同じようにね。ってしたところそう登録画面に行ったらねなんかあのー、なんかいろいろやってて だから7月まで受付してないとかなんとか書いてあって、えーってことで、嘘でしょ。iPad を注文して、せっかく、ポコちゃんやるつもりで買ったのに、あの受付でないんだって、何なんだよ、それって。じゃけなよ、ポコちゃんと、もう、ぽこポコポコぽこぽこぽこちゃ、もう、コポコポコこっちゃ、んポコちゃ、もう、コポコポコポコちゃ、んちゃ、もう、 <laughs> ねまあ、そんなわけでまあしょうがねえなと思ってねちょっとやりきれない気分でいっぱいなんだけどうーんまあでもまあまあまあでもまあそんな余分なものを買うんだったらパソコン買う方が先なんだけどまあアップリだからねうん大きいのがここに1個あればまあいろいろなものを見る時にいいでしょうっていうことだよね。 しょうがないその iPad2018 年モデル買っても情報は腐るほど出てるんだけどもそれをガン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 使ってね、うん、なんとか動画作ってみんなに見てもらおうとねそういうことでまあちょっとおじいもね気持ちの上で割り切ることにしましたねそんなわけで、えー、っと何時間後に開封式の動画をね作りたいと思いまーすまあおじいのね初 大きいタブレット11クラスのねになるのでちょっとワクワクしてるおじいもね実はねただ表に持ってって配信したりとかさそういうのには使えないじゃんで実際はあのアンドロイドの11ぐらいのやつ友達に頼まれて買ってあのたまに持ち歩いてるけど実際におっきいよね <laughs> あれ見てるとね <laughs> あの普段も一緒に行くのね、やっぱり面倒くさいしって。で、なんかあの孫とかの写真入れて、まあ、それがメインで、が使ってるらしいんだよね。まあ、そんなもんだろうねって感じで。最初はさ、あの。ほら、写真屋でしょ。ね、ま、ま、初孫ができたね。もう今も二人目とか、なんかもう、三人目とか、なんか。ね、いるらしいけども。その孫はね。あの、なんていうか、あのフォトスタンド、電子フォトスタンド。ずっと、ほら、ぺら。 ペってるなんで、しょであれをね、1万いくらぐらいで、なんか、あの買おうかななんて言ってて、お,お店周り、ちょっと、なんかいいのない言ってったもんで、えぇ、ー、っつって、そんなフォト1 4 0買おうのっつってね、ねで SD カードになんかあの JPG を入れれば、ね、なんかあの何種類かのなんか、ペロペローんとかっていくのがあって、みたい、えー、でもそれってどんぐらいちゃんと記憶してるとか、なんかあの見たい順とかなんか、こういろいろ、機能ないんでしょっつってね。 でそんなんだったらあの安いアンドロイドでかい iPad ド買って立てかけとけばそんなあの写真ペロ,ペロ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 いく機能なんてねいくらでもできるから、ね、それ買った方がいいじゃないのってことでねそれでね2万いくらぐらいだからあのアシスのやつアシスのねやつを確か買ったような気がするんだけど違うメーカーかもしれないけどでもたぶん確かそうだったもんあのー エイトークのなんかこうやって使いやすいのも入ってたからね。うん、まあでもやっぱりね、あのー、もうおっしゃりしてるよ全体的に、うん、安いやつっていうのは。なもんでねおじいもそれを見てからねああ画面でっかいのはいいけどやっぱり、あのー、中身がちゃんとしたのは高いしね、うん、こんなもんなのかなと思ってちょっとこう購買意欲がねシューンってなってたんだね。でまあ、一応 <laughs> ね、iPad だったらねやっぱ、あのー、まだまだ何年か先まで使えるっていうね安心感っていうのはあるよね、うん、でおじいもそういうガジェット系嫌いじゃないんだけども実際にそんなにたくさん買えるゴミ分じゃないのでね、まあ、ぶっちゃけ買えないっていうのが、あのー、現状なんで、うんまあ、どうやな何に使おうかなっていうのは、まあ、これから考えるとしておじいは YouTuber と、ね、生ライブ配信者なんでまあ持っててしょうがないだろうっていうことだよね まあそんな感じでございます。複雑だね、本当ね。うん、まあそんなわけで。今年はでもおじいね、パソコン買おうよ、もういよいよ。あのー、これダメになっちゃった。なんかだんだん怪しくなってきてるから。てかパソコンがなければさ、何もできないわけだからね、本当に。で、一回買っちゃえば、まあしばらく持つわけだからね。で、あ,あっちの寝室の方にパソコン一台設置しておけばね、あのー、 背景黒巻きで簡単にできるようにもう壁貼ってあるんでねもう壁張貼って1年半ぐらいかおじいもなんで壁黒巻き用にしたかというとステージアライブにオファーを受けた時にパソコンが対応しなければあのサインしませんって言ったんだねほいであもうすぐにあの2ヶ月後に対応しますから大丈夫です本当ですかって言ってね大丈夫ですってアンドロイドは来月対応でパソコンあの対応は初来月対応するよってことでねでどうですかって言うからならいいですよって であ親続配信契約したんだけど結局あの対応しなかったね <laughs> おじいが辞めたっつだったねパソコン対応したのね、うん、まあそんなこんなでいろいろあるんだよほんとねはいそんなわけでねえー、っと日付が変わって明日数時間後に iPad の開封式するので興味のある方はねまた楽しみにしていてくださいそんなわけでおじいでしたまたねバイバイピュピュ